こんばんは。わあ。今日も手ぶれが。ちょっと頑張る。この手ぶれをなくせるよう。頑張る。よし。こんばんは。今日はね、ちょっとディズニーに行った時の服を着てるので めっちゃ服持ってない人みたいな感じになってるんですけど、それはご了承ください 服がこれしか持ってないみたいなんですけど、違います ちゃんと持ってますので、ご安心ください。こんばんは。わあ。明日、明後日東京雨ある。そうなんですか？雨なの、明日。なんか最近傘持った記憶がないから、結構晴れ続いてたのかなと思ったけど、雨なんだ。スノー服好き。お、ありがとうございます。これは最近買ったやつ、ディズニーのために買ったんですけど、もう着てる ワンバンコ、ワンバンコ。お嬢様なの？お嬢様じゃない お嬢様じゃないです。今日もマイメロちゃんいない。今日はちょっとマイメロちゃんゾーンに置いてます。アバター、あ、そう、アバターは出したんですけど、まだぽいです。台風も来てる。そうなんだ。なんかさ、台風さ、名前があるじゃないですか。そのなんかその名前が特徴的。最近の台風って全部なんか名前が面白いから、毎回気になる プーさんの飴、プーさんの飴はなんかプーさんの瓶みたいなのに入ってて、蜂蜜味なのかな。そう、めっちゃなんかそれが主流って感じで売ってました。ケンゴリに影響されてゴルフやってみようかと。お、いいですね。そう、なんかそういう方が結構いらっしゃって、握手会で久しぶりにやってみようかなってか言ってくれる方がいらっしゃって、めっちゃ嬉しい。台風が自分の名前 そう、プーさんのフィナンシェ、フィナンシェ、フィナンシェみたいなの。そうなんだ。台風の名前ナミミあったら やだー、なんかめっちゃ申し訳ない気持ちになる 通りまーすっていう感じに 明日おしゃれして握手会を待ってます。そう、明日はツーショット写メ会なので、ナミもちょっといつもより慎重にメイクをしたいと思います。いつもちょっと慎重なんですけど。大学の志望、充電が一回切れた。復活しました。復活しました。何の話してたんだっけ。何なの、あ、
大学の、そう大学の志望動機みたいなはちょっと考えてるなら、ショールームちょっと見たらね、こんがらがっちゃいますよ思いっきりはめるとやだ、絶対誰かスクショしたでしょナミミが邪魔すんで通過したらやばちょっと申し訳ないんで、ちょっと台風にはならないでおく。いつもテンション高めで握手してご、嬉しいですよ、楽しい、テンション高くいと。その服お高いんです、これの服は。いやでもなんだっけ、なんちゃらなんちゃら、あの5000円札の女の人が1枚とちょっとぐらいでしたわかんないけど、判明スクショこっそり保存しました。あ、ダメですよ、ちゃんと許可が必要です判明許可。誰かから LINE が来たバレた、野口英世か、あ野口英世、あ女の人野口英世か奈美ちゃんの厳しめのファッションチェックオッケーオッケーです。なんちゃらあの朝の情報番組でやってるようなファッション、オブスファッションみたいなあれでいくわ。樋口一葉、樋口一葉、そうなんだ。え、5000円札って女の人じゃなかったっけ、樋口一葉ちゃんって言うんですか。アミマル増税前に買い物してたらん、支払い総額にがナミも今日なんかとりあえず増税前ってなんか何買ったらいいのか分かんないから、とりあえず値段が値引きできないものとかを買おうと思ったんですけど、ちょっとそれもよく分かんないし、なんか日用あの日用品とかもそんなになんかそんな使わないから全然いっかと思って、とりあえず明日と明後日の握手会の服を買いに行ったんですけど、そう何を買えばいいんですかね謎。あ、そう、それで梅田に行ったんですよ、買いに服を、そしたら7本にあった。なんかアミュのあなんか長袖のトレーナー着てるボーイッシュな子がいて、あなんかこの人めっちゃ七本に似てるな、七本が着てそうなファッションだなと思って、で鏡でなんか確認してたから、あ七本がやってそうだわって思ったら七本でした七本だった。そうだから密かに近づいてて、なほだーってなりましたそう、オーディオ、オーディオ、そうだからとりあえず服をたくさん、たくさんではないけど買っときました、あの新作のとかを買っといた。
なるほどだった。なんか梅田めっちゃ人がいて、そう、なんかいっぱい人がいる中で同じ時間帯に同じ店で遭遇するの、やっぱ運命だなって思いました。なるほどは 勝手に運命認定します。プライベートでメンバーに会うこと、ああ、どうなん、わかんない。なんかでも行くところがそんな限られてくるから、お買い物するってなったら梅田ぐらいしか行かないので そう、なら、そう、一人でいて、ね、今一人でお買い物してて、なんか七歩っぽい人いるなーと思ったら七歩だった。 そう、人違いやったらどうごまかす、なんか、どうやるんだろう。なんか人違いだったことは今までないんですけど、手振っちゃったことはあるんですけど、その時はなんか髪の毛を触りました。 そう、ブランド物は買っておくべきや。やっぱりそうなんですね、ブランド物。なんかね、そう、結構なんか調べたんですけど、何がいいのかなと思って。とかね、増税の日までにリスト作ろうと思ったけど、時間なくて作れなかった。アルフォートと柿の種めっちゃ硬い。 お菓子まさかの、お菓子も増税するんですか？あ、そっか、するのか。でもさ、100円ショップとかめっちゃ計算しやすくなりますよね。10%だったら。5%だった時代はめっちゃなんか4個買ったら5、20だな、みたいな感じで思ってて。でも8になってからもうわけわからなくなって そう、だから10%になってめっちゃ分かりやすくな戻ったなって思います。掛け算がちょっと生かされてくる時代です。掛け算ちゃんとやっといてよかったなって思いました。 そう、梅田に迷子にならへんの？なります。なんかだからなるし、なんか頭をいっぱい使うから毎回疲れます、歩いただけで。変装なんかしないですよ。ちなみに食料品は焦って買うのか。あ、そうなんですね。そう、掛け算が、学びが生かされる時代になりました。 車のタイヤ買ったけど得したって。でもすごい、でも5000円も違うのか。テレビとかレコーダーとか、あー、そっか、家電。でもやっぱ家電結構違いますよね。ナミも、でもナミはなんかあれなんですよ、セットで買ったから、冷蔵庫とテレビと洗濯機かな、なんか電子レンジみたいなセットで買ったから安かった。こんばんは。
ちなみにキャッシュレスで支払いするって少ない。そうなん、なんかね今日めっちゃ本当に何あの現金を持たない女じゃないですか。それでさあのあれなんですよ、現金を今日も持ってもちろん持ってなくてもちろん持ってなくて、でねあのねオリジン弁当に行ったんですよ。それでなんか買うじゃん買うじゃん、そしたら現金カードでお支払いできませんって言われて、そうでやばいと思って、なんかお財布の中にお金がない状態で入って、それでまあカード大丈夫かと思って行ったらカードダメで、そうやばいってなって、あと75円ぐらい足りなくてそう現金が675円ぐらいで600円しか持てなくて、やばいってなって、そうで残念仕方なくなんかペイペイも使えるかったんですけど、ペイペイちょっとやったことなんか登録してなかったから、そう仕方なく唐揚げを諦めましたエビとブロッコリーのサラダと唐揚げをね買ってたんですけど75円足りなくて唐揚げを諦めましたそうだからこれは神様からのダイエット宣言ということで唐揚げを手放しましただからもうこれから現金を持とうって思ったのと、あとペイペイをちょっと始めようと思いましたそうそうオリジン弁当さんは現金のみっていうのを知ったさすがに1000円ぐらいは小銭でもあるかなと思ったんですけど605円ぐらいしかなかったそうタピオカをね買っちゃったからそう唐揚げを我慢したんですよ今日。3000円くらいもっとかね、学びましたことちゃん、ココさん、あ、ココロさんの唐揚げが食べたいメルペイそう、ペイペイでも支払えますよって言われたんですけど、ペイペイやったことなくて、ペイペイってかわいい、なんかペイペイ、オリジン弁当って関西そうあるんですよ、びっくりし、全部全国展開でもなんかメニューが違う気がする、関東のオリジンと関西にしかないやつもあるし、関東にしかないやつもあるし、なんか味がちょっと違うかもしんない。今日の隅っこ配信、今日はベッドの上配信です。タピオカ美味しそう。そうゴンチャ梅田のめっちゃ並んでるところなんですけど、なんか一人で並ぶのちょっと悲しかった一人で長蛇の列に並んで初めて並びました、タピオカに。いざという時
ペイペイ。ナイワナミミの手料理が食べたい。うわナミミの手料理はちょっとナナホとかで試作して段階を踏んでお届けしたいと思います。関西にできたの割と最近。あ、そうなんですね。どんなメニューか分かんない。でもなんか違う気がする。見ないなっていうのがある。体育座りしてる。そう、ゴンチャはなんかね、あれが美味しいです。なんだっけ、ウーロンミルクティースムージーってやつが美味しい。コンビニとかも商品が関東と関西で結構違う。そうなんだ。そうなんですね。お菓子とかか。のみちゃん新しい iPhone 買うの？のみちゃんは新しい iPhone 買わないですなんかあれしちゃった。契約2年、違う、わかんない、何年契約かはわかんないんですけど、最近変えたばっかなんですよ、10に。でもなんかあれでしたね、タピオカみたいなのがついてた、カメラみたいな。未来が、いや、変えるって言ってた。最初に食べたタピオカってどんなのか。最初に食べたタピオカは中学生の時にパールデディっていうタピオカ屋さんがあるんですけど、関西にはないの、ないと思う、ないんですけど、パールデディっていうタピオカ屋さんが結構前からあって、十何年とか、わかん、それはもったかもしれない。な、結構前からあるやつで、そう、めっちゃ美味しいんですよ。フルーツ系とかが多くて、カルピス系とか。そう。そこで、なんか原宿によく行ってた時期に、毎日のように食べてた。ビューカー梅田のね、あと劇場の近くの茶船っていうタピオカ屋さん美味しいです。東京はマクドマックっていう、そう、マックって言いますね。そうそうそう、 10S かな、 10S だ。なんか10にさ種類あるじゃないですか。それでさ、なんか iPhone ケースをさ10なんちゃらのを買って、そしたらハマんなくて、そう、ちっちゃい10のちっちゃいやつなのに、本当は大きいの買っちゃって返品した、この前。ドラさん持ってる機種一番合うのは8、わかんない、なんだろう。パールライスは、パールライス、パールデディです。野ならパール、名古屋にあるのに未だに行け。野ならパールは黒糖牛乳タピオカが美味しい。タピオカ未だに未経験。そうなんですね。めっちゃハマる。なんか一回飲むとハマって、飲まないとなんか存在を忘れます飲みの場合、久しぶりに飲むとハマるみたいなことが多い。見てて
今第三次タピオカ。そうなんですね。マカロンも好き。うん。そう、劇場の近くの茶筅は、マンゴージャスミンティーが美味しいです。いつも飲んでるやつ。メンバーもめっちゃ茶筅行ってる気がする。なぜ女子はタピオカが好きなの。確かに確かに。なんかでもジュースがまず美味しいです。なんか普通にタピオカの、タピオカ屋さんのジュースっていろんな、なんちゃらウーロンミルクティーとか、なんかコンビニとかで売ってないようなジュースがいっぱいあるから、それをまず飲みたいっていうのもある。ナナラパールも知ってる。そう、ナナラパールはめっちゃ、くじはるさんのコラボしてた時めっちゃ行ってました。存在忘れるそう、存在をね忘れるんですよ。アミルってタピオカ飲んで、そうなの。今日もアミルとちょっと一緒にいました。ちょっと一緒にいて、アミルがハンドクリーム買いに行ったから、ナミは違う服を見に行きました。解散した。芋たこ南京が好きで、タピオカは芋。そうなんですね。何百円もするのもったいないって思っちゃうから、スタバも行かない貧乏人のあれ。確かに、なんかそう考えるとめっちゃ高いですよね。なんか普通にゲームとか課金しちゃうから、そういう感覚だったゲームの、逆にゲームの課金はタピオカ一回我慢すればいいやみたいな、ご飯一回我慢すればいいやっていう感じで課金してるつむつむとか。アミルンとナミちゃんのコンビ名はナミルンです。ナミルン。そうなんですよそう、なんかつむつむもなんかやめると飽きるんですけど、一回やると本当になんか負けず嫌いが出て止まんなくなっちゃうんですよ。で課金をしてしまうこれは誰にも言えないですね。課金はマリオも課金したし、ご飯我慢する代わりに課金してるそう、ナミこんばん、超でわかる。あ、もう終わっちゃうぞつむつむ全然弱いですよ。ナミ10、100、1000、万、10、10桁、まだ10桁しか出たことない全然弱いです。でも弱いのにナミはあれです、あのツムを出すやつ、ツムを出すガチャを引くためにコインを課金してるそう、強いやつが欲しいなと思って
そう、課金して買うんですけど全然強くないのが出るで後悔するっていうのを繰り返しをしております。マリオカート、マリオカート、あ、ねえ、マリオカートめっちゃ楽しみ。絶対課金しちゃうと思います。明日会いたいな、会おう、会いましょう。お写真、ご飯我慢して握手券取ってます。それはそれはもう頭が上がらない。ツム何使ってん？ツムはなんだっけ、野獣、野獣とあとね、なんかマルフィセントみたいなやつ。そう、でもなんかやってる人口がまず少なくて、そう、全然みんな、なんか最近つむつむみんな飽きてるのかわかんないんですけど全然いないんですよ。 LINE とかのさ、友達でさ、つむつむやってる人がさ、ランキングで出るじゃないですか。それみんな全然やってなくて、だからナミはいつも上位にいる、弱いのにそう、みんな。でもなんか一人だけ中学校の友達で毎日ハート送ってくれる人がいてハートの送り合いをしてる人がいて、全然話したこともあんまなくて、卒業してからも全然会ったりとかしてないのに、5年も5年間もハートの送り合いをしてる人がいるので、ちょっと同窓会とかで感謝を伝えたいと思います。お、56分だ。そう、皆さん飽きてらっしゃる。ナナホにつむつむお願い。ナナホやってるのかな。よし、じゃあランキングを読みます。13位、トシさん、ありがとうございます。ちょっと今手が使えないので顔で感謝を伝えたいと思います。12位が中山さん、ありがとうございます。11位が何時に声かかれてきた、なちちさん、ありがとうございます。10位がライトワンさん、ありがとうございます。9位がネオチーさん、ありがとうございます。8位がサトシさん、ありがとうございます。7位がユウさんかな、ユウさん、ありがとうございます。6位がひろゆきさん、ありがとうございます。7位がキノピータン、ありがとうございます。4位がヒサオさん、ありがとうございます。3位が吉村さん、ありがとうございます。2位がマサオチさん、ありがとうございます。1位がケンちゃんさんでした、ありがとうございました。パチ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 顔で拍手してます。声枯れた、なんかちょっとね、ちょっと今日調子が悪いです、声の。ありがとうございました。58分か。明日は、明日と明後日は違う、パシフィコ横浜でサステナブルの握手会があります。明日はツーショット写メ会があります。ナミは4部からのので、当日券とかも使えるので
ぜひ来てください。明日のためにちょっと可愛いお洋服も買ってきたので一緒に写真撮りましょう。おやすみなさい。59分です。バイバーイ。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ。おやすみなさい。手を振ってます、顔で手を使えないんで。バイバーイ。バイバーイ